京チャンネルのボン吉でございます。今日は広域濃度ドライブしてるだけの動画ですけど、まあお時間ある方、暇な方、流しといてくれたらなみたいに思います。ここは和歌山県の北部を紀の川と並行して、京奈和道と並行して走る広域濃度って言われる道です。信号も少なくて、まあ適度なワインディングアップダウンありながらのんびり走れる、まあ俺の好きなドライブコースの一つですかね。そこをのんびり走りながら動画を撮ってみよう、まあ、そんな感じのゆるい動画です。まあこのチャンネルはいろんなことをやりますけど、基本的にね、車載動画が多い、車載動画が撮りたくていろんなことを、ね、YouTube の最初のもそうやし、サーキット走るのも車載動画を撮りたくて YouTube とかカメラを撮って YouTube にアップしたりっていうところから始めてるんでね、やっぱり原点は車載動画やろっていうところで、今日は天気もいい日曜日、特にすることもなく家でぼーっとしてるだけなんで、まあ盆休みね、家帰ったり家でじっとしてたりして暇な、もしくは時間を持て余してる、そんな時に、まあ耳だけ傾けてくれたらななんていう動画ですわ。今日はというか今日も GoPro のヒーロー8、カメラね、カメラはヒーロー8で、ウランジのよくできたケース、それに今日はわかるよなロードのビデオマイクロ、これを使って収録してます。どんな風に音が声が入ってるか、まあ楽しみなところですけど、多分いい具合じゃない毎回いいんちゃうって言いながら動画上げてるけど、まあ難しいよなマイクって。車載動画でのマイク、俺の求めるなんていうんだろう、理想って難しいと思うよな。声はクリアに入ってほしい、で環境音としての車の音も入ってほしい。難しいよな、声の感じと車の音の感じって多分周波数違うわけやないですか、特性が。で大きさも全然違うわけでね、これを両立させようとするとなかなか難しいよなっていうところで、いろんなマイクを試したり、いくつかマイクを使ってみたりするんですけど、まああのいくつかマイクを使う時のデメリットったら設置がめんどくさいとかさ、あとはまあそのズームの H5、 これですか、電池で動くんで、まあ、バッテリーの問題もあるし、音はいいですよ。でいろいろ撮れるんで、マルチトラックの収録ができるんで、後で調整するのがしやすい、ただ編集がめんどくさい、まあ俺の動画は編集簡単編集なんでね、本当にスカイラインに助けられてます。俺みたいなオワコン野郎にもかかわらず、本当このスカイラインに助けられてます。喋ってる内容そんな変わらんねんけどな、プリウスであろうがこれであろうがフォルツァであろうが、フォルツァも乗りたいんよ、盆休み中にフォルツァにも乗りたいんよ、しばらく乗ってない、うん、
暑いからな。ほんまはさ、ほんまは四国行きたかったんよな。まあ四国カルストもなんか微妙な天気の時に一回行っただけなんで、カルスト行きたいなとも思ってたんですけど、いまいちよね、なんかパッとせんよね、スカッとせんよね、行ったあかんことないんやろけどっていうのがまあありながら、ほとんど乗れてない。まあ和歌山県内をブラブラするぐらいで乗りたいなとは思ってんやけどな。スカイラインでも龍神スカイラインねえ行きたいな。行ってもいいんやけど、朝早うから動かんとな。こんなさ昼下がりから行っても暑いよ。午前中の早い時間から本当は上がりたいんですよね、行くならば。わお、わお、これ気づいてる人は気づいてるのかもしれん。でもほとんどの人が気づいてないだろうと思うんですけど、今年入ってからこれ純正のなんていうの、足回りですよ。実は純正の足回りで今年入ってから、もう今何月、8月か、いろいろ動画撮ってますけど、今年入ってから純正の足回りですよ。クアンタム外して置いてますけど、今年入ってから純正の足回り、気づいてました？あんま分からへんやろな。純正でも結構硬いよな、跳ねるよな。ちょっと右のリア抜けかけやけど、純正でも結構突き上げるよ。純正やからふわふわしてるとか乗り心地が悪いっていうことはないな。あ、むしろ純正でいいんじゃねみたいなところを思ってて、戻すのめんどくさいないうのもあるけど、サーキット行く予定が今ないから、あ、純正いいやんって、乗りやすいやんって、純正なしでずっとやってます。出ました。まあ車載動画見るだけだったらあんまり分からんやろけどね。で案外こうビョンビョンってしてるから気づかんかもしれんけど、ああいうのがさ、その車庫長の場合もっといろんな場所で出てくるよな。純正でも出るんだから。そういうあれなんかな、よくわからんねんけど、天気なんかな、微妙な、雲多いな、夏っぽいけどな。まあ普段やったらいろんな海水浴場とか川とかプールとか言わってんやろけどな。どうなん、おる糸山さん、おる。ドラジオで大阪市内うろうろしたけど、夜の繁華街は閑散としてたな。海水浴場に行った人、プール場っておかしいけど、プールに行った人、川に行った人、どうでした？人多かった？多かったら、ビキニのお姉さんの写真送ってください。待ってます。まあ、こうやって暑いからな。何かをしてみたっていうのも、まあ別に
思いつかずドライブしてるわけですけど、愛車紹介なあ、あんまりこうへんな。いや来てもな、あのなんて言うの、どの車でもいいわけじゃないからね、うん、ある程度頭にある分野なら撮影できるで、まあどんな、なんて言うんだろうな、難しい、ちょっとどこまで言おうっていうのを今悩みながら喋ってたけど、まあでもあのスポーツカーならノーマルでもいいんですよ。スポーツカーって大体わかるから、ノーマル、ノーマルってでも恥じることないからね、別にそれで売ってやんから、ノーマルっていいよ。まあ、これもそうやん、言うたらノーマルのサスペンションでしょ。まあ、恥じることなく普通に乗ってますけど、いいよと俺は思う。今どのルートにしようか迷いながら走ってるんですけど、この広域濃度をずっと走ると、まあ橋本で一旦終わるんですけどね、そっからそっから君峠を越えて大阪に抜けて外間を回ってくる、まあこれが大体お決まりルートなんやけど、今日多いような気もするよな。どうなん、混んでる、君峠の人混んでる、外間の人混んでる、それよ、渋滞してる道に入りたくないもん。こういう車の一つのコツやな、運転のコツ教えてくださいみたいなあるけど、渋滞を選ばない、渋滞を避ける、これ一つのコツですね。だからこういう道がええよ、何も考えずずっと走ってるもん。で、山あいの山の中か、険しい道、ひどい道の県道国道レベルじゃないんで、ああいうところは俺苦手、しんどい、こういうのは大好きやね、大好きって知ってる？あのコマーシャル入る前、開けた後に大好きっていうのある。あれ何やった、めちゃイケじゃないよな、めちゃモテ、めちゃモテやったよな、ちゃうかったっけな、大好きバカじゃないの俺、あれ面白かったよな、めちゃイケ、じゃあめちゃモテ、ポチッとな、はい、電池が切れてましたね、電池が切れちゃいました。まあ電池も切れるだろうと思って予備は持ってきてますけど、暑い、後ろは何の車やろ、3人な気がするんやけど、32 GTR か、32のタイプ M か、32のスカイラインな気がする、400メーターほど後ろ、
ってけえへんな。ちょっとゆっくりめに今走ってるんですけどね、あんまり詰まってけえへん。気になるよね。俺も後ろが気になって今トークがおぼそかになってる。まあでもそうやってのんびり走るのに適した道っていうことでみんな走りたなるんですよ。こうやって3人のスカイラインもここを走りたかったんですよ。俺もここを走りたかったんですよ。ああ休みを満喫してるなって気分になれるでしょ。まあ長時間のこういうドライブ動画になるから視聴数が、まあ、減ってしまうのはもうしゃあないなと、まあ、その代わり見てくれる人はよほど好きな人なんでしょうから、まあそういう人を大切にする方がいいのかなとかね、まあ思ったりはしますけど。あれスカイライン来えへん。余裕がないよな。今日は暑いと思うわ。エアコンは効いてるで。冷たい風が走ってれば出てくるけど、あんまり余力がない。水温に夏場でも水温80、エアコンかけて夏場でも水温80度ですっていう人おるけど、細かいな。これあれかな、ウォーターポンプを N1 にしてるから余計なんやろな。ウォーターポンプを N1 にすることで羽の枚数が少なくなってキャビテーションが起きにくくなる、まあそういうことなんですけど、デメリットとしては街乗りの低回転域での水の流れが悪いから冷える効率が落ちるということですわ。何事にもメリットデメリットはあると。何でも N1 がええっていうわけじゃないってことよね、スカイラインがまた見えた。よいしょ、あ、曲がった。坂道発進や。坂道発進来ました。坂道発進はどうしたらいいんですかって言うけど、緊張してやりなさい。坂道発進は緊張してしなさい、うん、今緊張してるよ。今横の信号を見ときなさい。黄色。坂道発進は緊張して、あ、行けた。坂道発進は今みたいに緊張してすべきです。するよな、みんなするよね、暇になったら。
バイカーやバイカー、こうシフト遊びができるだけでもドライブ楽しいで、うん、同じ速度でギアだけ変えていくっていうね。怖いな、ブラインドコーナーでミラーもない。これ抜ければなんか広域濃度終わったなって感じが俺はする。ああ橋本やなって。景色だ、こういう景色を見せたいがためにウェアラブルカメラここへつけるやつあれ欲しいよ。今ちょっと見てるんやけどな。ヘルメットかぶりゃさ元ブログのセットできるけど、さすがにヘルメットかぶって街中乗るとな目立つよねっていうところ、うん、いうところでいうようなところで広域濃度終わっちゃいました。まあまあでもええ感じのドライブルートでしょ。皆さんもぜひ来てみてください。ここから先まだ家帰るまでの道中があるんで動画を撮っていきますけど、まあ続きはチャンネル登録して楽しみにしてみてください。以上 GoPro 実況チャンネルのドライブ動画でした。ほなさいなら。